いいね。あの私気になる、こういうさ、ペラペラ剥がさないの？剥がさないで。やだ、なんで？やだ、私そういうの剥がさない人なの。なんでよ。今の車もう3年ぐらい乗ってるけど、うん、ナビの、なんでまだ剥がせない。平泉水さん来てる？ねえ、ねえ、担任の先生いるわ。ほら、先生が今に来たら修学旅行じゃんよって。じゃあ修学旅行やってみる。うんうん。先生さ、寝れなくね？マジで寝れないってくるね。え、外出たらやばいかな？いや、しょ。やばい。え、行く？え、でもかんですよ。え、行こう。行ってみよう。え、てかさ、誰もいないかな？それはやばい。やばい。待って。え、大丈夫？うち。え、ちょっと待って、うちやばいよね。普通にやばいよ。え、全然いい。え、ちょっと化粧しやばいかな？いや、全然いい。え、でも匠の部屋さ、かけてもいるんだよ。確かに。やばい、やばい。待って、待って。え、確かにちょっと、あれかも、こっから転生したって。そうだよね。え、ちょっと待って、匠に連絡してみる。すみません。そんな風に。いや、OK。パソコンじゃ。どう？今、俺らもうどう出ようとしてるんだって。どうする最新機器なのか古いのか進んでるのか遅れてるのかもう分かんないでしょ。だからもうこんだけさ、キーボードだと逆に進んでるよね。そう仮に連絡してみる。こうすれゃいいよ。姿勢変えていとくない。こうならわかるよ。いや、もういかない。こっちも使わなきゃいけないとかだったら確かに、もうそこでしょ。こうすれゃいいよ。もうこうすれゃいいよ。寝ちゃうから、寝ちゃった。の修学旅行なんかスイッチ入っちゃってそうなの。もうだからほらこうね、逃げてんの。違う、だからさっきやったことがあったでしょ。じゃあ、外れたところでやだよ。おかしい。あ、修学旅行でめちゃくちゃ怖い体験したこと。ほら、また怖い話すんだ。怖いとか本当にね、めちゃくちゃ怖いよ。ね、怖くなってちょっと近づいてるの。そう ね、ピンクのパーカーをなくしちゃったね。どっかに置いてきちゃって、うんうん、それがあっての夜で、うん、で、まあ女の子3人で、3人の部屋だったの、うん、で、なんかまあ寝れないよね、うん、で、いろいろぺちゃくちゃ話してたら2時ぐらいになっちゃったの、うん、で、え、待って、さすがに寝よってなった時に、うん、プルルルプルルルって部屋の電話が鳴ったの、うん、え、うちはうるさかったかなみたいな、うんうんうん、うるさくて苦情来たかなみたいな。で、うちが出たの、うん、で、はい、もしもしって言ったら、もしもし、スタッフの草壁です、赤いパーカー忘れてませんかって言われたの、うん、で、うちちょうどピンクのパーカーをなくしてたから、うん、赤ではないけど、あ、それ私のですって言っちゃった、うん、分かりました、では今から届けますね、ガチャって切れた、うん、で、あ、ねえ、うちさ、ピンクのパーカーなくしたって言ってたじゃん、あったらしいわ、みたいな、それの電話、うん、みたいな。で、なんか、へえ、え、よかったじゃん、え、待って、みたいな、うん、今2時だよ、うん、そんな電話来る、みたいな、え、確かにってなって、そう考えたらめちゃくちゃその草壁さんの声が暗くて怖かったの、うん、一回じゃあフロントにもう一回電話してみよう、みたいな、うんうん、で、確認しよう、みたいな、うん、電話したら、はい、フロントの鈴木です、みたいな感じで、うん、明るく出られて、うん、あ、すいません、今あのスタッフの草壁さんっていう方から電話いただいたんですけど、ちょっと代わってもらっていいですかって言った。そしたら、うちのスタッフに草壁っていうのはちょっと、結局その草壁さん来なかったんだけど、うん、ねっていうことがあった。これ本当の話。いや怖い。
なんで怖い話すんの。嘘の話。いやマジこれが違う。